こんにちは、アマチュア三段のユーキャンです。僕は初段になるまでにすごく伸び悩んで長い時間がかかりました。この経験を生かして、級位者の皆さんの上達に役に立つ情報をお伝えしたいと思います。有段者の方も内容によっては参考になるようですので、ぜひご覧ください。今日の内容は、あと一手足りずに、負けるあなたはギリギリまで攻めてみようです。対局をしているとですね、惜しいんだけれども負けてしまうっていうことがあるかと思います。そういった悔しい負け方をすることがですね、最近増えているなという方向けに、この動画は撮っていきます。藤井聡太七段もですね、師匠の杉本八段によるとですね、修行時代からそういったことをしていたということでですね、この方法っていうのは強くなるためにすごく有力ではないかと思います。はい、ということでですね、もう少し具体的に言うとですね、ギリギリまで攻めるということでですね、自分の守りですね、王様が少し危ないなと思っても、攻めてみようということですね、これが大切なことです。理由はというとですね、単純に、守りの手を一手指すとですね、その分、攻めの手が遅くなりますよね。ということでですね、一手、負けること、一手だけ、遅く負けてしまうということであれば、単純にね、一手攻めの手を指していたら勝つ、そういうことがあるのではないかと思います。僕もですね、級位者の頃、そして今もそうなんですけれども、やっぱり少し足りずに負けてしまったなということがあってですね、でそういう時はどういうことがあるかっていうと、ちょっと危ないなと思ったところで守ってしまう。で、そうすると攻めが遅れてしまったりとか、あるいは駒を使ってしまったので攻め駒が足りなくなってしまっていたなと、そういうふうに思うことがありますので、ぜひですね、攻めの方をより意識していただければと思います。とはいえですね、もちろん守りも重要でですね、守らないで負けてしまうとですね、どうしようもないので、もちろん必ず、これはもう守らないとダメだという時は守るんですけれども、一手差で負けるような、もうちょっとで負けるようなことが多いという時はですね、おそらく、ちょっと守らなくてよかったなという手が見つかるかと思います。少し危ないように見えて先に受けるかとかね、そういうふうなことをしたら負けてしまうっていうところがあるかと思いますので、ちょっと危ないけどまだいける、そういうふうに考えたらですね、そういう局面でぜひ攻めの手を指していくということをですね、してほしいと思います。今日のメインの内容は以上ですね。まとめると、あと一手足りずに負けているというあなたに向けてですね、王様が少し危ないと思ってもまだいけると思ったらギリギリまで攻めてみましょうということでですね、そうすることによって、単純に一手早く攻められるということですね。で、これがですね、その対局ではもしかしたら負けてしまうかもしれないんですけれども、こちら負けても別に死ぬわけじゃないですよね。失うものはもう何もないのでですね、ぜひ試していただければと思いますね。でこういうふうに負けたとしてもですね、次の対局で必ず生きてくる、そういうことがあるかと思います。今日のメインの内容以上なんですけれども、あと2つちょっと補足をしておきたいと思います。1点目ですね、補足というか応用なんですけれども、今日のメインの内容は、接戦でですね、こういうふうにやりましょうということなんですけれども、こちらですね、優勢の局面、差がついている局面でも、やってみるとより良いと思います。というのもですね、接戦っていうのは必ずやってきますよね。この一手で詰ませておかないと自分の玉が詰んでしまうっていう局面っていうのは必ず出てきますので、そういった時にですね、しっかり詰ましきる、いざという時に実力をしっかり出す、結果を出すというためにですね、大差、少し差があるような将棋も、ギリギリまで踏み込むということでですね、最善の手っていうのをしっかり考えていく、それが大事だと思います。先ほどのですね、藤井七段なんですけれども、藤井七段もですね、修行時代に杉本八段によると、安全勝ちできるような将棋を気がついたら一手差になるような指し方をしていたというふうに
おっしゃっていたので、こちらですね、ちょっと差があるという時も、ぜひ、最速の手を探してですね、ギリギリまで攻めていただければと思います。それからですね、もう一つ補足しておくとですね、この今日の内容っていうのはこのギリギリまでの攻めっていうところなんですけれども、これですね、ものすごく強い人が実はやってないかもしれないです。それでもやっておいた方がいいですよということなんですけれども、ものすごく強い人、例えば県代表の人とかですね、こういった方はですね、ちょっと状況が違ってくる可能性があります。というのも、先ほど言ったようにですね、9位者であるとか、例えば三段であるとかであればですね、負けて失うものってものがないので、ギリギリまで攻めるということをやることで、強くもなれますし、その対局で、その一局で負けてしまったとしても次に生かせるということはあるんですけれども、あとはプロの藤井七段とかもですね、相手もものすごく強いので、そういったギリギリまで攻めると結果が出るっていうところがあると思います。ただ、県代表の人っていうのがちょっと違っていて、この人たちはちょっと失うものが大きいということがあってですね、例えば東京とかね、そういったところで、県代表になるっていうのはものすごく厳しいですよね。それから代表になって、全国大会ですね、勝ち進んでいくのも、1回負けたら終わりのトーナメントとかなので、すごく厳しくてですね、今プロの今泉四段とかですね、見ててもアマチュア時代には結構こう優勢の将棋っていうのは、差を広げて勝ち切るという、そういうような、指し方をしていたように思います。ということでですね、強い人を見ていると、なるほど、安全、どんどん形勢を広げて強く勝ち切るっていう方法があるんだなっていうふうに感じることもあるかと思うんですけれども、今日の内容としてですね、9位者とか3段とか、そこまでの気力とかであればですね、全然失うものもないので、ギリギリまで攻めるということをするとですね、より強く、なりやすいですし、一手差の勝負っていうのをですね、一手早く攻めれるので勝てるというところがあるかと思います。あとですね、もう一点ですね、言っていなかった補足がありました。ギリギリまで攻めるとですね、いいことがもう一つあってですね、これ、対局がものすごく楽しくなります。というのもですね、自分が勝ってるか相手が勝ってるかわからないという状況なので、すごくワクワクドキドキして楽しいんですよね。将棋を楽しむっていう意味でもですね、ギリギリまで攻めていく、自分の玉を少し危なくしてでも踏み込むということは大切ですので、ぜひやっていただければと思います。ということでですね、この動画を見ているあなたもですね、次の一局から、ちょっと王様が危ないけどまだいけるかな、そう思えるような時にはですね、守らずに攻めを優先してみる、ということをぜひやっていただければと思います。今日の内容がいいなと思った方はですね、ぜひユーキャンの将棋教室の生徒さんになってくれたら嬉しいです。なり方は簡単で、チャンネル登録をするだけですね。僕のチャンネルではですね、9位者の皆さんの疑問や悩みに答えたり、上達のヒントというのをお届けしていきますので、大体毎日更新していますので、日々動画を見ていくことでですね、楽しみながら強くなるということができるのではないかと思います。あとですね、いいねボタンを押してくれると、動画作りの参考になるのと、それからコメントとかくれるとですね、すごくテンションが上がって嬉しいですので、そちらもぜひお願いします。それから僕は、その他ですね、Twitter でも日々将棋についてつぶやいていますので、そちらもご覧ください。最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。